どうも西田渉です。本日なんですけれども、こちらの方との対談でございます。はい、以上自己紹介はしないですね。自己紹介よろしくお願いいたします。はい、どうも圭介です。普段は、まあ、YouTube でカメラだったりとか、旅のこととかガジェットのことを発信させていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。実はこちらは京都でございます。京都でございます。白壁で何にも京都らしさないんですが京都でございます。はい、私事なんですけども、カラーブ関西というね、新しい写真のプロジェクトに今取り組んでおりまして、写真展ですとか写真集というところで今1週間ぐらいね、関西に滞在して写真を撮って歩いてるんですけども、京都でちょうど撮っているときに圭介の京都にいらしてたということで、いやじゃあ会いましょうとじゃあ撮りましょうとっていう形で、こういった収録に至ったっていう次第ですね。はい、もうすでに、ね、前半部では圭介くんとね、もうざっくばらんにカメラの話しておりまして、あの概要欄に、ね、貼っておりますから、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います。はい、なのでもう今後半として僕の方のチャンネルに来ていただいている方多いかなと思っているんですけれども、もう早速、トピックスとしては2つぐらい話したいなと思ってまして、はいはいはい、早速一つは、あの最近出たね、キャノンの、APS-C のマウントのカメラ、気になります。 R7 と R10 っていうものが出まして、そちらをケース君とちょっとお話したい、ソニーとキャノンの立ち位置も含めてっていうところ、あと1点はね、やっとケース君とちょっと話したかったのが、はい、あのソニーが2024年に携帯のカメラがの画像、写真ですよ、写真の画像が こういったデジタル一眼レフというか一眼カメラを超えるっていう発表をね、ソニーグループがしたんですよね。しました、しました。日経クロステックっていう記事なんですけれども、まあそれが発表あって、僕らもそこでお互いが動画を実は出しているんですけど、はい、意見あえて2人でそこの話をする。確かに確かに、ちょっと気になりますもんね。そう、僕の中ではちょうど2人とも今ライカ持ってるじゃないですか。はい、ね、持ってます。ケス君も Q2 持ってて、はい、僕も M11 持ってる中で、そこ M11 か。そう、 M11 そうか、そう確かに、っていう中で先ほど言ったね、そう、2年後に仮に一眼デジカメをカメラが超えていったとしてもこうだよねっていう話ができればいいかなっていう、2本立てでね、お話させていただけたら嬉しいかなと思っております。よろしくお願いします。っていうところで、まずは R7 と R10 っていう、はい、で、まあここのカメラなんですけれども、あえて今、キヤノンが APS-C のカメラを出してきた。いや、そうっすよね。ケースケ、は端的にどう思いました？いきなり APS-C っていう、今更っていう感じですか、やっぱ。いや、僕でも、うん、今更とはそんなに思ってはなくて。あ、そうですか。っていうのも、もういつまで経ってもの話なんですけど、うん、まあ、ちょっと僕全部追ってるわけじゃないですけど、うん、カメラの販売台数みたいな話を追った時に、うん、結局今とかってまだ未だに EOS機数そうですよね、確か。キス M がね、3割なんですよ、キャノンの売り上げの。そうですよね。キス M がね。だから、M シリーズ。うん、確か、それ、カメラ業界全体で見ても、多分それが一番多かったんじゃないかな、台数。そこがあるおかげで、実を言うと、キャノンのシェア率っていうのは、はい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 、キャノンとソニーとかあるんですけど、ミラーレス一眼だとソニーぶっちぎりなんですけど、はいはいはい、キス M があってくれるおかげで、キャノンって過半数なんですよね、シェア。だから、ね、ドル箱というか絶対に外せないコンテンツなんですよね。そうなんですよ。だからそれ考えると、うん、いや僕らって結構カメラにすごいどっぷり使ってるんで、ネジが外れちゃってるんですよ。そうなんですよ。みんなのなんかなんていうのかな、もう地平線まで先に行きかけてる種族だから。そうなん、そうなんですよ、うん、でもやっぱそこには入らないというか、例えばですけど、まあじゃあ子供を撮るために一眼買おうとか、うんうんうん、生まれたとかね、そういう、そうなんですよ。そういう人たちってとりあえず安めの一眼で高性能だったらいいよねみたいなところでいくと、フルサイズか APS-C かなんか関係なくて、うんうん、割とその、ああじゃあ値段安くて画質よく撮れるんだったらそっちにしようっていうふうに考えると思って。そうだよね、多分だけど、まずはこれをちゃんと超えてくれよみたいな。ああ、そうですね、そうですね、本当にそう。スマホをちゃんと超えてくれと、撮ろうと思った瞬間にシャッターが降りてくれるというか、そうっす、そうっすね、絵が撮れてるっていう、うん、そこが重要って感じですよね。はい、だからまあそこら辺考えると、うん、意外と理にかなってはいるなっていう印象ではありますね。本当おっしゃる通り、まあ、そういった、価格戦略上とかシェアの戦略上でいうと、 EFM っていうシリーズ、はい、キス M の、うん、EFM のシリーズがもう結構次出すにしてもやっぱりこうリソースはキヤノンの R システムに、うんうんうん、集約していかなきゃいけない中、ね、結局でもドル箱のところは手放せない。だからなるべく EFM ユーザーの皆さん、こう RF に来てくださいねと、うんうん、お安くしときやすからっていうのが
今回の基本軸っていうところと、R7 に関してはやはり今まで 7D Mark II っていうね、やっぱりこの鳥を動く速い動き、航空機を取るとか、モータースポーツを取るとか、そういった方が逆に言うと廉価に取るためのもの、結局フルサイズだと54とか言われる白いめちゃくちゃでかい100数十万円するレンズってそうそう買えないですから、それが APS-C のおかげで 1.6 倍になるおかげで、まあ200、300ミリあれば280ミリぐらいになるってことで、まあ、300だったらギリ 手に入るなとか、そういった方のユーザーに向けても R システムに来てくださいねっていうのが R7 っていうところ。なるほどなるほど、確かに。で先ほど言った EF-M のユーザーに関しては R10 っていうところを10万、11万ぐらいかな、フルサイズで、APS-C で11万。え、あれは R10 の方が安いんですか？安いです、11万ちょいぐらいかな、量販店価格。あ、そうなんだ。で、一応メカシャッターで15コマ切れたりとか、あ、そうですね。電子シャッターで23枚だっけな。相当強いですね。そう、だから 4K24P はギリ取らさないぞぐらいの連写コマ数できてる感じなんですよ。23枚っていうのが多分。へぇ、面白いですね。そう、マシンのスペックで言うと、ガチ本気みたいなものを実は出してきてて、で軽さは410何グラムっていうところ。ああ、軽いっす、軽いっすね。だからもうほんといろんな掛け算が入ってて、今回の R の APS-C に関してはもうまさに圭介君が言ってくれたこと、そのやっぱ販売台数とかシェアを考えると絶対にそこ外せない部分も取りに来るんだけど、その代わりもうさらに言うと、そのマシン自体も相当、そうですね、そうですね、フルサイズじゃないおかげで相当無茶できるようなチューンアップがされてて、要は同じデジック X、デジック X かなが積まれてるおかげで、処理速度が、処理性能が高いから、APS-C のデータだったらもうガン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 データさばけるから、小さいから。いいですね、いいですね。だ実を言うと、さっきね、前半部、ケイスケ君、動画の話を、ソニー機のソニーのエコシステムに、やっぱ乗っかれば、今もね、この収録は僕自身は α7 Mark IV で収録しているんですけれども、だからいよいよ APS-C になってくれるおかげで、R システムもね、要は熱問題っていうのと収録時間っていうものが常にキャノンってつきまとってたんですよ。 R5 も R6 も、熱でシャットダウンとかが、それをいよいよ APS-C の小さいセンサーのおかげで熱が出にくくなるので、そういった意味でもね、多分動画機も30分の壁撮ってくれてるから、 YouTube を僕みたいにこうやって収録する人間も本当に R システムに場合によっては戻ることも可能になってきたりとか、いろんな掛け算があるんですよね。写真もムービーもできるっていう。なるほど。え、今って APS-C 用のだから R レンズはもう これからって感じですよね。うん、そう、完全に。実はでもこれも今度新しく出る1845とかっていう RFS レンズっていうのが出てくるんですよ。あ、APS-C 用のもう2本出てきてて、18150だったかな、18150 1.6 掛けになるんだけど、キャノンの場合は。そうですよね。だから28240とかかな。はあ、なるほど。28240と、要は45ミリだから、まあ70、80ミリぐらいかなっていう感じかな。そのぐらいの感じ。28、80とかっていうレンジかな。ただこれはもうほとんどね、光学系の中身見ると EF-S レンズを丸ごと。ああ、なるほど、なるほど。で、フランジバックだけ短くして作ってきてる感じだから、多分今まで言った EF-M レンズをそのまますぐに置き換えられる可能性が、だすぐ超広角も出てくるだろうしっていう、まあいいっすね、いいっすね、そういう感じっぽいですね、どうやらね。なるほど。いや、それだと、だから EFM はもう一旦多分廃止の方向とですよね、多分。併売していって、その状況によってやっぱり EFM 売れるわってなったらもう一機種出る可能性もあるしっていうところで、この辺は多分ストレッチというか、ゆくゆくは R システム自体はなるべくフルサイズで行きたいはずなんですよ。あ、そうなんだ、そうなんだ。だけど本当に一番最初にケスケが言ったことが全てで、 EFM システム自体がキス M とかがドル箱すぎて、そう簡単にはゼロにできない。いや、そうですね、僕らからしたら結構中途半端というか、もう全然シガにも書けないってなんですけど、シガにも書けないって言ったら本当申し訳ないけど、でもだって EF が結構うまくいってて、 RF もかなり独立してるのに、 EFM は買ったらなんかどうすんのっていう、他にいけないですもんね。未来がないっていうふうにどうしてもね、なるんですよ。そう思っちゃうんですけどね。ある意味ではこうクッション材のような感じで、まだまだこれで絶対ですみたいな感じはないので、引き続き僕自身も僕の
チャンネル自体では、うん、基本路線はやっぱりフルサイズを皆様にお勧めしていくっていうのがメインストリームかなと思ってます。やっぱもう5年ぐらい先を見据えても買って後悔がないというか、レンズもカメラもね、そのままいけるっていうのが大きいかなと思ったりしてますね。でもおもろいっすね、いやおもろいっす、やっぱここで APS-C 出してくるのはおもろい、ね、おもろいはおもろい、すごい。だから前半部にも言わせてもらったんですけど、ケイスケの対談でも言ったんですけど、最初キャノン自体もうフルサイズ行くって前提でまず筋通してきてるから、うんうんうん、そこの枝葉の肉付けの部分は結構楽なんでしょうね、うん、かもしれないですね、うん、APS-C は一時的にこの分岐で作っちゃうことも可能だし、うんうんうん、そこでにぎわえばそこの新たなカテゴリーを作ればいいけどっていう分社化みたいな感じですよね。はい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 、はい、だソニーは今からそのちょっと散らかってしまった APS-C フルサイズっていうところをどういうふうに主力させていくかが、ソニーはね、さっきすごいその Vlog カムっていうジャンルから一つまたオリジナルコンテンツを作っていくっていうのは、フルサイズに上がっていくっていうのは面白い発想だなと思ってお話聞いてました。そんな感じはするなと思ってますね、うん、なんでキヤノンはね、そういった意味ではまあこれからまたフルサイズのね、面白いカメラ、うんうんうん、高画素機とかまだフラッグシップ機も出してないから、いやそうっすよね、うん、結構噂出てから時間経ちましたけど、そうなんですよねなので、まあ、まだまだ控えてるっていうところもあって、はいはいはい、今年まあいろいろといろんな正常不安とかもあるので、うんうんうん、まあ、今年年末から来年の頭にかけてがキヤノンは一番面白くなってくるのかなっていうふうには思ってますね、うんうんうん、なるほど、はい、ありがとうございます。っていう感じで次のトピックなんですけども、まあそうこちらですよ、スマホのコンピテーショナルフォトグラフィーっていうものが、この辺の一眼デジカメ、うん、っていうところ、一眼カメラっていうもの自体を性能的にっていうか画質が超えてしまうっていう、まあ本当ケイスケ君の動画を見ても思って、まあまあほぼ同意見なんですけども、はい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 、ではこの世界で完結させるんだったらそれはこれで撮ってこのシステムの中でやっちゃった方が一番よく見えるっていう、はい、で世の中の95% から 98% くらいはおそらくこれかスマホかパソコンか iPad で見られてると思うんですよね、うん、まあ、そうですね、あと残りの 1-2% くらいが紙とか何かしらの媒体でっていうことになるって考えるとそりゃ2年後に中の CMOS センサーが優秀になってくれば、うん、もう AI でね、顔と背景とぶっ飛んでる背景とか綺麗に出してくれますもんね、うんうんうん、出してくれますこのね、なんでただ僕らみたいに細かくデータを追い込んでいく人間からすると、いっぱい潤沢な情報量のリッチなデータを取っておいて、うん、自分らで絶妙に調整して自分らのコンテンツとして作っていくってことの方が重要だったりしますからね。そうですね、だからその僕は動画で言ってあるんですけど、うん、やっぱそのクライアントワークとかではなかなかなくならない、あもう絶対なくならない、はい、こればっかりは。で画質が揃うとかそういうの関係なしに、うん、画質っていうのは揃うかもしれないけど、その画質が揃うっていうのは多分なんだろう、もう明らかにカメラこの大きさで、うん、スマートフォンがこの大きさなんで、どう考えてもカメラの性能に振ってるのはこっち。そうですよね。でじゃあこっちのスマホでどうするのっていうと、こう AI とか処理技術の方に時間というかリソースを割く必要があって、うん、処理にリソースを割くってことは元の根本のパワーはそんなに強くないから、うん、その処理でめちゃくちゃなんか勝手に自動で処理してみたいなのが入っちゃって、逆に言うとそのなんだろうな、僕らがそのハンドリングできない部分のアウトプットも出ちゃう可能性があるっていうのが、うん、まあ予想としてあって、まあ、ぶっちゃけ手に負えないんですよね。そうですね。で結構iPhone とかもそうなんですけど、ちょっと騙しみたいなところがあって、あそうそうですね、分かります、明瞭感ちょっと明瞭感っていうのがありまして、要はこういったエッジの部分とかをね強調するんですよ、輪郭強調で強調してくれるから、こういった小さい画面で見るとすごくこう浮き立ったように見えるんですけども、ね、じゃあいざ大きいデータで丁寧に加工をかけていこうとすると、はい、ここはもうギザギザすぎて、うん、激しすぎて、ちょっともう追い込めないんですよね。ガサガサっていう感じは見えますね、やっぱり、うん、ですがパッと見はね、このぐらいの画面で見るとそれぐらいがちょうどいいんですよね。確かにそういったのがありますから、これはもう本当逆にニッチな話というか、うん、僕らのように制作側からするとそういったことになるんですけど、ただじゃあアマチュアの皆さんがね、じゃあだったらみんなアマチュアの皆さん今後これでいいのかっていうと、実はケース君も言ったけど、やっぱりこう持って、うん、カシャッとシャッターを切ってっていう、こういう行為自体ファントゥーフォトって僕は呼んでるんですけど、ファントゥードライブとかあるように、はい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 、切って楽しいとか、はいはいはい、ワクワクするとか、この感情がどういったカメラで今後はね、持てるのか、撮ってて、うわ、楽しいな、カメラって思うのは、多分この人間はアナログだから、多分今後も変わっていかないと思ってて、はい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 、だから気づいたら、僕もそうですし、キヤノンユーザーね、
ソニーユーザーのケイスケ君も見てください、ここライカが並んでるわけですよ気づいたらって。いや、まあ、これとかそう、もう本当にそっちに振ったカメラですもんね、ファンということですよね、完全にね。で、面白いのがケイスケ君ももちろんアルファ1とかお持ちなわけですよ。確かに、確かにソニーの最高峰のカメラですよ、5000万画素で、まあ、秒30コマ切れるのかな、切れますね、ね、電子シャッターとか切れる。ですが、いつも気づいたら多分ね、イメージ Q2 持ってるんですよね、ケイスケ君って。 Q2 持ってますね。これ、なんでですか なんですかね、やっぱその、うん、まあでも、やっぱでも面白さですよね。なんかその、なんだろうな、あの、撮る体験もそうですし、うん、ある程度のその制限っていうか、このカメラの場合はですけど、うん、なんかそのオートフォーカスもすごいめちゃめちゃ優秀なわけじゃなかったりとかなんだろうな、こうちょっとした不便さがやっぱり楽しい、うん、まあその車の話で言うと、そのオートとオートマとマニュアル車みたいなのあるじゃないですか、うん、ありますよね。どっちでも走れるんだったらマニュアルの方が楽しいっていうのがいるのと一緒で、うん、まあ、僕らもそのマニュアルの方が楽しいよねっていうシーンがやっぱあって、うん、そういう風に撮りたいときはやっぱこっち持っていっちゃいますね。ね、そういった気持ちが逆に言うと、まあ、車もそうですけど目的地にたどり着くまでのワクワク感とか、うん、そういった時の気持ちと一緒で出てくる絵にたどり着くまでのやっぱりその時の気持ちとかが、うんうんうん、ね、被写体にもある程度映ったりしますよね。目の付けどころとかもそうです。なんでこの辺がやっぱり一番、もちろん画質がね今後まあ2年3年と言わず超えていくのは当然だとしても、うんうんうん、この世界でねもう便利ですから本当に計算されてますからね、演算処理で。とはいえ多分この世界はどっちみちなくならない、シェアは落ちていきます、もちろん、はい、これが今、まあ、携帯で写真を撮る人が9割これが1割だったとしたら、うん、99割5分 0.5 割とかになる可能性がありますね。でもなくなりはしないし、まあ、もしくは場合によってはまた盛り返してくるっていうね、うん、それはそれっていう風な回帰が起こるかなっていう風にも僕は思ったりしておりますね。いや、なんか2パターンぐらいあると思ってて、うん、1個はその今おっしゃったような回帰みたいな部分で、うん、要は今で言う映るんですとか、はい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 、めちゃめちゃ流行ってますけど、うん、要はそういった形で、まあ、やっぱ回る、うん、巡るもんなんで巡ってくるかなっていうのが一つと、うん、もう一個はそのじゃあいざこっちの処理能力、スマホの処理能力上げたとして、うん、もっともっと値段とかも高くなっちゃうんじゃないかなっていうデバイスとしてのね。そうそうそう、確かに。ってなった時にそのどっちかというとそのもういやスマホにこれ以上お金かけるかみたいな層は結構一定層もしかしたら現れるかもなって思ってて。なるほどね。だから逆に言うとその今 iPhone の話で言うと、うん、iPhone SE と、まあ、ちっちゃいこの辺のカメラとか、うん、そういう選択肢がもしかしたら結構逆に増えてくる可能性もあるかなって思ったりは僕はちょっとしてますね。正解かもしれない。結局ニコイチって人間ってあんまり実は望んでない部分ってあったりするんですよね。そうですね。ぶっちゃけ電話とか情報伝達ツールは伝達のデバイスだし、うん、写真を撮るっていう行為に関してはそれに特化したデバイスの方が結果いいよねっていう風にみんな気づいて、ちゃんとまた分離するっていう可能性もあると思う。なくはないね。コスト高にもなる上に、うん、思いのほかもちろんシャッターボタンがここでついてるかもしれないけど、これ撮れるかもしれないけど、やっぱこれに比べたら全然撮りにくいわけですから、スマホってね。それはでも本当に大きいですね、過去回。意外とだからあるんじゃないかなって僕は思ってますね。あとケスケ君も動画で言ってたけど、単純にこのコンピューショナルなもの自体がこれだって OS 入れて、ね、はいはい、熱問題とかさえクリアできればカメラにね、いやそうですよ、 OS 的なものが入っちゃえばそれはそれでクリアできるっていう。そう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 、まあ、一番やばいのはアップルが普通にライカとかから、ね、iOS が入ったライカが出ますとかってなると、もうここで一つのゴールになっちゃう。いやそうですね。で、いや、なんかアップルライカみたいな。前あれなんだっけ、ザイスが、うん、あ、そのありましたよね、ね、Android だったっけ、ライトルームも入れたりとかね。あ、そう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 、結構出なかったような気がしたけど、結局そうなんですよ、いつまでたっても出ないみたいなやつありましたね。うん、3年ぐらい、40万ぐらいのなんかそれこそこのライカ Q2 ぐらいのあのスペックのカメラ、うん、ちょっと特殊な形しててね。そうですね、まあ、くらいのがあったんですけど、プロトタイプ結構出たりしてましたね、うんうん、なかなかそれが発表されないけど、でもまあでもそういうことでしたよね。そういうことですね。いや本当話尽きないですね。あっという間の20分という形でございます。いや確かに20分かも、もう確かに止まりませんよこればっかりは。ね、そんな感じで、まあ、キヤノンの R システム、 APS-C システムのやっぱり面白さとかっていうところも今日はお話できましたし、うんうん、はい、やはりやっぱ今日未来志向のお話になりましたね、うんうんうん、やっぱりこの仮にこのスマホとかの写真の性能が上がったとしても、やはりミラーレス一眼だったり、こういった、ね、うん、一眼カメラっていうもの、そしてコンデジも含めてね、撮るっていう行為自体はやっぱり
変わらんよねっていうかね、うん、やっぱこの人間の方がアナログっていうところが一番大きいかもしれませんよね。いやまたね本当にまったりとこういった形で、はい、だいぶまったり話し合いました。ラジオ対談のような形でお話できたら面白いかなと思います。はい、まさかここが皆さんね京都とは思っていないと思うんですけども、いやそうですよ、未だに信じてない人も多分いますからね。ですよね。本当にね京都で収録してみました。はい、ありがとうございます。本当に場所変えて飲むみたいな感じでしたね。いやそうですね本当ね。はい、という形で、ね、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ皆さんチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた、失礼します。シャッシャーともーん、バイバーイ。